10月13日日曜日、笠間小学校の体育館でハロウィンをテーマに笠間の里秋フェスタ2019が開催されました。太鼓や踊りで会場が一つになった後は、皆さんで笠間小学校の校歌や千段の木を元気に大きな声で歌いました。ステージイベントでは、笠間小学校の加藤新平教頭先生がボーカルを務めるモガコンガの皆さんが J-POP を披露し、子どもたちでも口ずさめる曲を演奏していました。会場にはポップコーンや唐揚げ、スーパーボールすくいなど子どもたちが大好きな出店も作られ、にぎわいました。この催しは地域の活性化と幅広い世代の交流を図ることを目的に毎年開かれているもので、今年で4回目になります。この日はグループぼちぼちいこかの大正琴とミュージックベルの演奏のほか、みやび会による楽しいレクリエーションもあり、皆さん触れ合いを楽しみました。さらに歌やベリーダンス、グローミックスのヒップホップダンスがイベントを盛り上げました。より地域に溶け込んでこのイベントが根付くようにと、今年から笠間の里という名前をつけて開催された秋フェスタ2019。会場全体で楽しめる催しがたくさんあり、あっという間に時間が過ぎていきました。そして皆さんが心待ちにしていた、毎年パワーアップしている肝試し。中に入った児童の一人は、怖くて死ぬかと思いました。友達が一緒にいてくれてよかったですと話していました。小川秀俊実行委員長は、この秋フェスタを今後も地域と学校が一体となれる交流の場にしていきますと話していました。